今シーズン最多3万人を超える観客が詰めかけた札幌対神戸。元ドイツ代表でワールドカップ3度出場の神戸、ポドルスキがチャンスを演出します。前半15分、こぼれ球を見た。しかしこれは札幌、クソンユンの好セーブに阻まれます。すると前半終了間際、ポドルスキに来日以来初めての出来事が。神戸のスローインの場面、なんとこれがレッドカードの判定。イニエスタも抗議しますが、ポドルスキが来日初の一発退場となります。この退場は世界でも反響が。ポルトガルではポドルスキは試合の悪役だったと報道。数的有利となった札幌は後半、トクラの4試合連続ゴールでリードを広げると、後半38分、札幌のフリーキックに注目。ホイッスルが鳴った瞬間、素早く蹴り込んでゴール、ね、神戸に快勝した札幌、3連勝です。なかなか見ないプレーだね。